じゃあ今日のパワープロでちょっとフリート作者で一人目ですね作っていきましょう。っていうかイベント画面とか出てるけど何これ。あ、これが見れるのか。まだ何もやってないからね。現在順位のスコア0です。でデッキの方はちょっと今回ねあのケンパチを解雇しました。ケンパチはとりあえず前回使ったのは PSR のプラコだから特攻のパーセンテージが高いかなと思ってやったんですけれども、一応ちょっとアドバイスで、フリートの特攻キャラの舵を入れるのはどうですかというのがありましたので舵を入れてきてます。ただし舵は通常の35ですね。全然育ってないので、まあ、レンジャー舵さんに今回しました。であともう一つあるとすれば港ちゃんを俺は持ってないというところですね。そもそも SR 自体を持ってないんで、まあ、ガチャは引いてないんですけれどもちょっと入れることができないのでこういう編成になってます。でフリートは、まあ、結構というかあのかなりねシステムが複雑なんで、まあ、なかなかね、点数出すのが、まあ、出やすい高校ではあるんですけれどもシステムを本当に理解してないと、まあ、難しいところだと思います。ここはまあ3やっぱり船積みタックを狙って経験点を伸ばしていくっていうのが、まあ、経験点の伸ばし方であるみたいなんで、どうなんでしょうね、その荷物で経験点を取りに行くっていうよりはやっぱり船積みタックで経験点を伸ばしていくという感じみたいですね。でそうするとここでやっぱり重要になってくるのが役割と得意練習みたいなんですけど、そこら辺がねそうどこを選んでいいのかがよくわかんないんだよね、まあ、とりあえずなんかエビルでいいか、なんかエビルあたりとか北雪もなんかこの編成だと悪くないみたいな。何を見ればいいんだ。バウンサーが2人いるからってことかな。まあいいや、そういうことだと信じよう。シラスとかがいいよみたいなのはあったんですけどね。そもそもねフリートの高校の性質をそこまで深く理解してるわけじゃないんで、浅いところでサクセスをやってるんで。でそうだね、でも経験点は合同練習でやっぱり取りたいもんね。やろう。ここは人がいっぱいいるし評価上げという意味でもいいんじゃないでしょうか。冷静で、あんまり合わせちゃんにつきっきりになるわけにもいかないのでお守りは持ってきてます。今回大田くんもいるね、みおちゃんもいるね。まあ、やっておきますか。はい、だからものすごく3色にこだわる必要もないんではないかと思います。どうでしょうか。2人いる、やりてえ。ここ30%やろう。よし、ちょっと無理をした。やっぱり点を出すためにはねちょっと無理をしないといけないんで。二宮デート、これは真ん中でいいかな。やる気は下がるんだよね。追い打ち上にしておこう。チームプレイで出航はもうなんかしちゃっていいよね。3色入れとく。合わせちゃんがいるからな。出航タイミング、波動はなくなってもいいか。ちょっと一回合わせちゃんの評価上げますか。まあ、メンタルで回復しつつといったところで、ツボ犬は体力ないからやめておこう。で出航しちゃおう。もうさてどこがいいんだ。レンジャーは1人しかいない。うん、守備打撃メンタル、いや微妙だな。ここでいっか。太平楽
で、合わせちゃんは駆け寄って失敗した。大平落ボーナスで、この2人のボーナスもらって、これはまあでかいよね、やっぱり。いや、彼女ボーナスもでかいわ。これで経験点取りに行きたくなるんだけどな、まあ、これもそこそこ取って、やっぱりゲ、ここはちょっと普通に元気でいいよ。まあまあまあ、体力の最大値が伸びたからね、いいと言えばいいんだけど。また評価上げとか練習していこう。ここは諸井くんがいるんでやっておきましょう。レベル2まで上げると140取れるからね。イベントは続けていっていいよね。前回彼女にできなかったから、よく考えればこいつのイベントは切っちゃってもよかったかもしんないんだよね。別に金徳が欲しいわけじゃない。ここいっぱいいるな、いっぱいいるな、っていうかいっぱいあるな。はい、無駄だけどね。ちょっと合わせちゃん乗せたいは乗せたい。できた。みおちゃんはまあある程度普通に練習してれば大丈夫でしょう。あ、そっか、これあれがあるんだ。あ、いや、ないか。みおちゃんがいるから回避はできるのか。で、ウラーカーもいるね。諸井くんとのタッグか。あまねちゃんが育ちきってないからな。技術だけやたらあるんだけど。筋力が全く足りてないの。まあ、しょうがない。そういうもんだろう。何でもカップル、これ何がいい、打撃にしとこう。技術が上がるかな。アベレージヒッター、よし、まあ、チームメイト評価が上がってくれるのは嬉しい。合わせちゃんは乗ってて、裏側はまあ別にいっか。出航しよう。北雪に行きますか。北雪もあれか、スナイパーが2人、あとそもそも練習が3人いるからね。野手経験って結構でかいな。北雪ボーナス62。いやいやいや、技術だらけだぞ。ちょっと技術をさばくか。そのためにはなんだっけ、打球伸び、直撮りしよう。困った時の打球伸び、はいはい。で、ここ2人いるね。みおちゃんもいるんで、ちょっとここはこれでいこう。え、だって3人マックスにするとさ、140140140くれるってこと。いや、いいと思うけどね、その経験点かなり。で、いや、微妙。これは微妙。寺道くんとかもまだっていうか、結構うちあれが低いな。評価が低い。よし、ここでなんか知んないけど上がってくれたのでかい。完全にオーバーしてんな。みそのちゃん、りょうちん、ハッチ、まあどこも金はならなっちゃうんだよね。ってことはあまねちゃんの評価上げとこう。直感任せのランチ、見栄え最高、人気者、ギョエ。一応タックだけ見て、みおちゃんまだ乗ってないんだ。
まあ、無理して取りに行くこともないと思うけどね。で、ちょっと先の目的地を見よう。シラスがある。エビルはもう乗ってるのか。エビルもう一回行きたい気がすんな。そうすると周囲は周囲でいいんじゃないか。肩練習がいっぱいいるんだよね。暁か。そうすると肩練習を持ってる人がそんなに多くない。あーでも天空中央か。一応ここ行って暁の方に伸ばしていこう。これは少ないけどお見送りボーナスは高い。寺道くんの決意一応進めていくか。でまた例によって技術パワーは貧弱っていうか全体的に貧弱。で勝ちもまだだな。6。いや評価は重要だけどな。雷、虹谷がいるのか。虹谷ちょっとやっときたいな。投手だしね。しかもコツくれるし、やろ、まあ、コツっていうか経験点だけどね。レベル1の経験点はちょっと少ない。でここは、あ、虹谷がいる。東雲くんもいるんでやっちゃおう。でこれ虹谷今レベル2になったところでしょ。36、36、倍になってんな。つぼけやろう、やろうじゃなくてやめよう。でここは練習する。5人。雷か、東雲か。雷もまあコツがあるしな。カジもいるしな。ミオちゃんも乗ってねえしな。評価が全く足りねえ。至高の外野手取りで、ミオちゃんとりあえず乗った。二宮、東雲、カジ。色が偏ってんな。まあいいや、ここはちょっと東雲くん上げておこう。これで次出航で出航しちゃおう。で青瀬ちゃんがいるんで大丈夫です。かわひったくれた、やった。あ、ちょっとこれは見よう。どうなの。雷が乗せられんね。雷乗せちゃうか。ちょっと待って、出航しようとして波動だから大丈夫か。一旦くらい大丈夫だね。でまあまあまあそこそこ経験点を稼いで、でできればな、ここ体力を増やしたい気がするんだよな。ちょっと体力に走ろう。練習できるように流し打ちで出航しちゃおう。その前に経験点を使い切る。パワー C くらい欲しい、打つために。あとは本当に経験点をさばいていくだけ。あとエラーしないように E にしておこう。じゃあ出航で暁から先は見てないけどね。どうでしょうか。ここは経験点ないよ、はっきり言って。この3人、この3人で全てを稼ぐ。いいね。140の全経験点ってことは 140×4 でいいんでしょ。 140×4 は560だよ。足す140でしょ。これだけだって700入ってるよ。いや、でかいよ、でかい。いや、やっぱりこのボーナスも
バカにはできないと思うんだけどね。で、年が明けたから船積みタックもね、ちょっとやっていきたいよね。広角だ、コツには恵まれてんな。2だから取ろう。パワーヒッターはちょっとまだ置いておこうっていうか、そもそも取っちゃっていいんだよ。経験点はさばけるときにさばく。怪我しにくさも取っちゃおう。怪我しにくさを取ることによって練習がちょっとやりやすくなるじゃんっていう甘い考えなんだけど、どうでしょうか。7位がいる、五十嵐がいる。監督一回ちょっとやっとく。え、ここなんか何気にすごくない色が合ってるからか、カジノ。獅子16160か、でかいな。やろう。いや、経験点に流されるのはいいことだ。そういうイベントだからね。告白来た。で、回復はもうデートだな。で、積載数オーバーだけど、五十嵐と七井がいる。これは美味しい。アベレージヒッター、ラブパワー、カップル。これどうなるんだっけ。特になんでもないか。勝手に終わった。で、肩。おお、いいねいいねいいね、ひいちゃんいいじゃん。誰もいないけど、いや、これはやっていいでしょう。やってしかるべき。ラブパワーが乗ってるからかな。で、喧嘩は疲れるんだけど、ちょっとここはあんまりレベルを上げることができなかったな。出航しよう。で、どうしよう、北雪行く。もう一回北雪行ったら明鏡と天空中央があるのか。ちょっともう一回北雪行こう。ここはもう本当にただ立ち寄っただけ。そういう方法。まあまあまあ、悪くない悪くない。でバレンタインは合わせちゃんか。回復した最初に回復しないんだ。あ、これはぬいぐるみにしとこう。広角打法とかね、あるからね。で、練習来て、よし、ここでもう全員ってか、なんて3人いるな。待ってね、本当に溢れるのだけは勘弁してほしいんで。あれ、2人目って軸上げしたんだっけ。99 100で技術が足んねえ。で、他はまあ肩も無理か、上げらんないな。はい、というわけで守備、よし、これで全員乗ったでしょ。あとはいいタックが来るのを待つみたいな、そんな感じだね。どうよ。よし、ミット直上げした。取れ、頼むぞ。失敗するね、めちゃくちゃ失敗するね。いや、気が下がった。成功率はそんなに高くないのか。星3つじゃなくてハートが3つ。どうする、ちょっと一回ミオちゃんとデートしとくか。経験点的にはミオちゃんの方が高いかな。73くれるからね。で、これももう進めていこう。大丈夫大丈夫、ちょっとでも点を稼ぎ出す。5人、やろう。やる気がちょっとないけど、それは大丈夫。この高校は守備で下がったんだけど、ひどくない一応3色目が取れんな。123451234か。まあ、2つ目の金落ちと鳴らしとこう。
で次ちょっともう一回ミオちゃんとデートをしますか。で敵に行こう。アワセちゃんがいるから。やる気は上がるかな。上がらない。なんか失敗したっぽい。火事入れてるから。上り上司の肩練習、まあまあまあやっとこう。これでもダブルタックか。内野安打はいらん。あれこいつ何来るんだっけ。一応できる。もう無理だよ。ただ175か。まあまあまあ美味しい練習だったけどな。ちょっとさすがにここは無理はできない。ゆうちゃんやる気上げてくれ。ぶっ倒れるけど。ここでやる気は上がらんか。さすがにこんなイベント内容じゃん。あ、これはいいね。やっとこう。ちょっといつの間にか筋力が保ってたんだけど。肩はまんべんなく使うからね、経験点を。ちょっと待ってね、 B にしておいて、あと呼吸に当てる。さてこれで、こっちが全然いいよね、当たり前だけど。 OK、 なぜか 120% になったし、やる気は大丈夫だな。なんかそこまで影響してなさそう。で、まあ一応見るけど、まあ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 、もういいや、出航で。3人とも OK になってるからね。で、天空中央に行って、いや、これはこれでだって経験点取れるでしょう。よし、やる気上がった。で、ここも93、93あって、天空中央ボーナスで、ちょっと底上げして、おー、大丈夫、溢れない。彼女ボーナス、久々に来たよ。いやいやいや、でかいでかいでかい、これ溢れたわ。いや大丈夫か。でここも我慢して体力を回復する。いや溢れてない、危ない。パワー上限は別にあるわけじゃないからな。パワーヒタも取ってあるしね。ちょっとこっちに走るか。じゃあ2だ、アウトフィールダー4番とかね。直撮りしよう。くれっけどいいや。コーガン奮闘も取るか。冷静、一発逆転。かく乱もいいな。ちょっとでも技術を使う。打開だ。じゃあ一番やりだな。で速攻も取ろう。本塁生還。よし、これでだいぶさばいた。からのここ。いやでかすぎる、マジででかすぎる。これは東雲、君のおかげだ。いや3タックだからな。さらにくれる。いやでかい、107も食らったよ。選手40。危ない。ミオちゃんありがとう、君のおかげで。ミオちゃんの評価が5下がっただけで。さてそこから、うん、まあタックマッチでもいい気がするんだよな。東雲が2種類持ってるからね。ちょっと1回デートこなすか。評価下がっちゃったからね。ちょっとデートをしてご機嫌を。デートはうまくいかなかったけど。来ない、一応見とく。だね、まあ、せっかくだからここはこれを使うのはもったいない。一応3種類ボーナスが来てもいいように。でも走塁でしょ、走塁のタックって大してないよね。悩むな。デートしよう。ちょっとここで粘ろう。アーチスト、なんかわかんないけど打った。よし取ろう。アーチストは取ろう。アペレジヒッターも取ろう。
内野安打を固めからの練習、めちゃくちゃオーバーしてるけどな。みおちゃん練習しよう。もう一回くらいちょっとねでかいの来てもらえると超嬉しいんだけど。代打、この俺を代打にするとは監督も目が節穴だな。ちょっと筋力が余っちゃってる。接戦、他ラッキーセブンも安い。ハゲタカも結構っていうか、まあまあまあそこそこ筋力使うんで、とっとホーム刺繍高速チャージ。よし、これでいきますか。ちょっと一回3点取られてる。いや、うちは取られたら取る、そういう高校だから。アーティストの威力を見よう。めちゃくちゃ点取られてる。虹谷、いや虹谷先発だった。いやでも7点も取られたらさすがにピッチャー変わるか。途中でで守備、まあいっかやろう。はい、コツで経験点100、でかいねやっぱり。固めでまあまあまあいいでしょう、やろう。体力が下がった。出航はまだか。で次出航しちゃうともう多分戻っちゃうよね。やっぱここで粘る。ってか本当にもうどれ取る、重い球とか取ろう。80他、めちゃくちゃ力強い。速球対抗心、前回アウトロー、投打躍動とか110使うんだ。技術もめちゃくちゃ使うけどね。ちょっと置いとこう。まだ大丈夫。じゃあここはデートで、ラストミオちゃん、ラストミオちゃんもかなり経験点もらえるから、まあ、回復を兼ねるっていう意味ではいいんじゃない。結局筋力くれるからね。そう、これでもうちょっと帰りがフリートになっちゃうからな。粘る、船積み立ってひたすら粘る。いや、なんもない。え、だってもう帰っとく意味はないよね。じゃあデートしよう。だって帰っちゃうともう確実に船積みタックが出ないから。プレッシャーラン打撃珍しいな。臨床もちょっと上げとくか。じゃあ101、いや待ってちょっと90で止めておいて。やっぱり筋力なのよ。プルヒッター取るか。プルヒッター取ろう。はい、で広角打法もう一回取ろう。あ、一回これで OKにして広角打法を取る。うん、これでいいんじゃん。これ経験って減らないよね別に。切り込み隊長、じゃあ帰るか。ちょっと待って、帰った時にこれどっちだ、筋力か敏捷どっちか分かんねえ。筋力と敏捷どっちもあるし、対左3ラウンド結構安いね。左キラーが高いのか、やっぱりそう考えると。切り込み隊長取っとこう。ホーム突入も取ろう。さよなら。ローボールの方がいいな、ハイボールよりは。でレーザービーム、プレッシャーラン、
250くらいだったら、まあちょっと一番やりでもちょっとさばいとくか。ブーストも取ってさばこう。よし、さすがに大丈夫。これでフリート候補で3人マックスだからね。ピンショーがやばい、えぐいことになると。これ180とか普通に、もうこれ普通にやるでしょ、カンストするでしょ。890だ。いやでもちゃんと使ってる。 OK、 じゃあ肩だな。で技術がない、ちょっとタッグは見ておこう。微妙、メンタルどうなの。デートした方が良くないじゃん。デートの方が経験点を稼げると信じよう。ただね、アンゼちゃんコツだからね。あとは勝つ、それだけ。試合経験点ボーナスってどうなってんだっけ。少しでも稼ぎたいからね。お待たせいたしました。いやこれカジ君のレベルがな、せめて SR プラゴだったらね、パーセンテージ的にもうちょっと伸びたと思うんだけど。いかんせんフリート、いったーひで、フリートキャラ持ってないかった。今のデッドボールが響いてここで負けるとか最悪だぞ。今回結構ピッチャー点取られてるからな。ってひどくない俺になんか恨みあんの、ラズベリー。いやこれでも50手に入るかな。めちゃくちゃでかいよな。もうタックが来てないってことはデートだな。まあ合わせちゃん完走できないけど、それはそれで大した影響はない。40、えちょっといくつ、結構入ったな。1,2,3,4,5,100 入ったじゃん。タック見てみよう。え結構くれるね。練習しよう。コツバットとか。そうか、体力がマックスだと増えるんだっけ。ちょっとシステムがわからん。精神は持ってきないな。敏将がちょっと怖いけど、まあ敏将使う特能はまだあるからね。溢れるっていうことにはならないと思う。ランナー一塁という場面でイクラ、ストレートはもう。でしかも最後にエピログ経験点もね、高め決まってストライク、2人くれるし、おまけもいるし、バッターの足元、まだまだ第4球を経験点としては伸びる余地がある。待って、マジで負けるね。それだけ古軍奮闘。常に俺は孤独なのさ、孤独な選手イークラだっけ。自分の名前がわからない。あーしまった、振っちゃったよ。内野安打を無理だった。危ねえ、怖い。本当に怖いよな試合って。とりあえず甲子園には出れた。そして一応タックを見つつ、60か、60だったらどうなんだろうな。ちょっとデート、さっきさデートしてれば完走できたね。まあどうでもいいけど。しかもさ、合わせちゃんってここでコツくれんだよね、そういえば。で、まあ、ちょっと伸ばせるだけ伸ばしていこう。え、肩いいな、重なってる。強いよ、ダブルタックでこれか。で常に経験点は気にして見ていかないといけないので、肩上げ切っちゃうか。で守備と精神補給か。お待たせいたしました。でどこまで経験点さばけるか。第9、
打ちました、痛烈、いった、入った入った、フリー誰もルイに出てくれない。3回です。先ほどホームランを放った、ま、古軍奮闘だからね。いった、入った入った、お、ここがピッチャー頑張ってんな。フリーと攻撃に入ります。トップバッターはイークラ、こいつかわいそすぎる。3点取れた。フリーとリードで迎え、点は欲しい。あまねちゃんよく出てくれた。よしよしよし、これで2点援護。フリーと応戦、3点取られたけど投げ切ったね。カジっていうかさ、あまねちゃん PSR プラゴで借りられたのがめちゃでかいよね。よく PSR プラゴ作ったよね、すごすぎる。であとさ、報酬の軍道がどうなのっていう、なんかすげえっていう話は聞かないんだけどさ、なんか持ってても使うのっていうような印象なんだよね今のとこね。印象、お待たせいたしました、使ったことはないから分かんない。一塁という場面でイークラ投げました。あ、これ行ったか、あ、行ったね。さすがアーティストと広角打法。フリーと攻撃に入ります。ちょっとね、振り遅れた感があったけど、これは行かないっしょ。ヒット、打ったバッターは2塁へ向かった。イーク。フリーとリードで迎える6回です。ここまで2安打、イークラ。初球スライダーか、ちょっと落ちるかなって思ったけど。第2球、投げました。打った、これは強烈。いった。入った、入った。点遅れ、点を俺に。最低甲子園の決勝まで行ってくれればね、甲子園決勝負けてもまあしょうがないとは思う。決勝まで行ってくれることが重要。投げました、ちょっと泳いじゃった。フリート、珍しく完封したな。100でかい。でタックはないけどコツがある。はい、意外に上限アップはこなせてるね。すげえ適当に上げてるけど、あまねちゃんってコツ何だっけ。最後にスカウトさん評価あげよう。走塁なんて持ってんだ。敏捷ポイントをちょっと使いたかったけど、走塁、あ、確かに持ってない。せっかくだ、取るか。ちょっと筋力と敏捷がやたら余ってんだけど、ちょっと待って、技術を、技術45しかないのか。クイック、守備度これ取ろう。さて、あとまたプルヒッターに走る。プルヒッターに走ろう。一回ちょっとプルヒッター取ろう。で、広角打法は多分ね、取れないんだよ。技術がないから。ってことは、もうプルヒッターでなんとかしていくしかない。仕方ない、行くか。あふれるのだけはマジでもったいないからね。で、あとね、ケノフはね、嫌いなんだよな。フリーと攻撃に入ります。トップバッターはイークラ。ミオストレート158。ここで光に警戒した守備位置に変更です。投げました。ちょ待ちました。危ない。投球は3球目。投げました。ストレート。はい、え。伸び20までか。次が4球目。回答は持ってないのか。投げた。打った、これはいいやつ。ミオストレートしかもめちゃくちゃ重いよね。フリーとリードで迎え。速より重いんじゃないかって思う。ツーアウトランナー1塁という。打ちました、痛烈。ちゃんと芯を捉えれば飛んでいくけど。すげえ点取られてる。いや、だからいいんだって。最後は進んでくれればそれでいい。決勝にでもゲノムに勝つとさ、経験点プラスでもらえるんだっけ。ボールゲーアウト。8回の裏2点を追いかけます。フリーと攻撃に入る。2点差がついてってルイに誰もいないってなると、いくら俺が1点取ったところで、カーブも曲がるな。6、第3球はせめて同点にできればね。あと投げた、アウトローカーブが結構曲がる。さあ5球目、
なんかもう打てる気がしないと思ったけど、ストレート投げてくれた。やった、1点来た。これは俺の出番だ。シュートよく見よう。走力 A か、早いな。危ない球、これで当ててきたらマジぶっ飛ぶ。いや待って、敬遠しないよね。第5球投げた、いや待って、振るべきだった。今のはね、振るべきだった。しくったな。つい体が出なかった。まあいいや。でここで合わせちゃん、合わせちゃんもねレベル低いのよ。プラス1だからね。ミオちゃんはレベルが高い。金属かぶってるけど。でカレンちゃん、いくつくれんのクラボって。え、結構くれる。え、結構くれるね。50-50がでかいよ。さて点数的には1、2、3、4、5、6、7。おお、いったね。いったけどパーセンテージが低いんだよね。これはいいや。1万7000はでも正直最高得点だね。で不動1を取ろう。伸ばせるだけ伸ばしていこう。祝福コブってなんで取ったんだっけ。ささやき破りとかなのか。精神が足りてない。エースキラーと火事場が取れない。まあいいけど、へっすら。バウンドせっかくだ。筋力と敏捷がそれなりに余ってるけど、まあこれはこれでいいでしょ別に。いくつ、そろそろ置きたいよね。まあそんなもんだよね。これはまあ別にいい。いやでもさ、こっからさ更新できる気がしないんだけど、経験点的に。役割はだって4種あるでしょ、プラス30で女の子も入れてるでしょ。でここだよね、182。うん、まあ一応1000以内か。じゃあ狙いは1000以内だね。というところで、まあ、ちょっとね、今日のパワープロの枠でやりましたけれども、点数的には、なんかかなり出たんで、どうしようかな。今日のパワープロで始めたけど、なんか通常枠にしようかな。というわけで、多分通常枠で上げます。まあ、そんなところで、とりあえず、まあ、悪くはなかったよね。悪くはないサクセスでした。カジ君にしたのは良かったね。やっぱり本当に、アドバイスをいただいてありがとうございます。助かりました。一発目でこれが出たので、まあ、あとはねまた次からこそちょっと今日のパワープロ枠でちょいちょい、やっていければと思います。まあ、目指すは1000位だね、自分の場合は。で経験点はまあ1万更新できて1万8000出れば嬉しいかなと言ったところになります。その中で今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。